で、地図を改めて見よう。あ、よしよしよし、これ記載されてる、今来て、行ったところ。これでよし、いけるぞ。今の階に金庫があったんですよ。で、謎解きみたいなのが、ちょっと待ってよ。が、下の部屋にあったんで、もう一回ちょっと謎解きの部屋に行ってみましょうか。で、ここで地図見ればいいのかな？1階の、どこだっけな、部屋。書いてないな。謎解きルームどこだったっけ？まあ、入れる部屋でしょうね。109。あ、109しか入れないのか。109か105。あれ、105っぽかったな。なんかセーブした部屋だったような気がするから、105だな、多分。出てすぐの部屋ですね、じゃあ。あれ？あ、こ、ん？ん？ここかな？あれ？違う。もっと下か。ここでいいのかな？もう一回。あ、そっか、あっちは行けないんだね。よし、じゃあいいんだ。よし。出てすぐ正面の部屋に入ればいいんだな。出てのす。あれ？正面。あ、やばい、来てる来てる。待てよ。冷静に見るんだ。105、反対だな。よし。ここだ、ここ。ここの部屋にあったはずだ。確か。あの、大なりなんとか、小なりなんとかの。ここは何もないのかな？あれ？あ、違う、これなんかあれの例のやつだよ。あのなんか、なんでしたっけ？長い文章のやつ。まあ、105にあったってことでね、覚えといて。ってことは109か。出て右の、部屋ですね。はい、じゃあ109行ってみます。これがね、その通り、あれ？右だからこっちかな。いいのかな、これで。間違えたくないからな。この怪物を越えていくか、まず。ここでいいのかな？あ、違うな。反対に来てるな。なんとなくそんな予感をしてたんだが。やばい。こんなやつからダメージを食っちゃって。し。ここで改めて。左側の部屋ね。よし。ここだ。よし。多分ここにあったはずだな。大なり小なりの。違うっけ？違ったかな？れ？なんだこれ？あ、開けてなかったんだ。Not yet. She's not anywhere.
Does she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? How do you know that? Well, I just figured, because this is where you're looking for her, how else would I know? Yeah. Am I right? It's okay. Anyway, she's dead. I don't know why I think she's here. She's dead? Well, don't worry. I'm not crazy. At least I don't think so. I've got to find my mom. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. うん、これ。お金な。なんで自分で預かっといてくれと言いながら、ノー、ノー、なんだよそれは。怖。しかも血ついてるっていうのはなんかを切っちゃったんだね。はい、あ、動けるな、うん、はい、ここは、あ、ここは明るい部屋ですね、うん、ちょっと音が、音楽が非常に今大きくなってるんで下げました。はい、何だろう、何があるんだ、何か見てる な、何を見てる、コイン、あ、囚人、よしよしよし、うん、囚人、やっぱりなんか囚人だったんですね、なんか意味がね、うん、あとないね、うん、よし、なんだこの辺入ってなかったのかな、じゃあ多分素通りするしちゃったんでしょうね、1回目の時は、うん、そう、ぬいぐるみがあったの気づいたんですけど、あれどこだっけな、16とか書いてあったの、部屋、え、16でしたよね、なんかね、どこだ、いや1階じゃないな、あれ見たの、入ってきたところだから、あれ3階になるのかな、隣のウッドサイドアパートメントから来たんで、であと見てないところが、右のこっちだったな、ここ見て、あれどこだっけ、なんかいるな、ちょっと、あ、この右側の、水色になってるところまた見てないんで、やべ、よしよし、ここだ、ここでしょ、これ特に何もないのかな、あ、じゃあいいや別に、うん、ああ、ないないない、やばい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 、あんなやつでダメージを食っちゃったわ、もうここで用、もうここはもう用ない、うん、うん、ここだ、一番上だな、一番上に確かあったはずだ、一番上だ、
一番上の階に行ってまず、あれ？うん。そうそうそう。あれ？あれ？あれどっから来たんだっけ？あ、そうか、こっから来たから、あ、まだ行ってない部屋結構あるな。208も行ってないし、202も行ってないし。まずじゃあ行ってみましょうかね。ここだ。うん、あ、ない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 。いきなり食らったよ。いきなり食らった。いきなり食らったよ。一番ドン付きまで行って、202号室。右側行ってみましょう。右側ね。右側。ああ、いるいる。ここだ。ここ。ああ、入れないの？ってことは、あれ？うわ、やべ。めちゃくちゃ食らいまくってる。うわちょっと、やばいな。くそ、あんな奴らごときにダメージを食っちゃっても。あと209か、じゃあ。209。いけたのかな、これ。209はここになるのかな？この左側の部屋。ここ。あ、メモの部屋だ。うん。1階のなんかおじさんの部屋だよ、みたいなこと言ってたのね。あ、いけない。もう一回、鍵だったのか？壊れてんの？よし、わかった。っていうことは、あれ、203号室かな？じゃあ、となると。203号室行ってみます。あ、やばい、鼓動が速くなってるってことは、あ、やばい、もう一個使おう。やばいな、やばい、もう本当に体力ないぞ。もう倒すしかねえな、こいつ。よし、よし。で、こいつはもうスルーだ。よし。で、待てよ。まだ先だな。まだ先行って、左側の部屋ね。よし。左側の部屋。ここかな？うん、ここだ。ここだったと思うんだけどな。もう残る部屋がないもんね。残ってる部屋が、ここ？あ、やっぱそうだ、そうじゃない？あれ？もしかして財布持ってたの？もしかして。あれ？ちょっと待って。ないですね、やっぱね。待って、アンゼラの包丁を装備した方がいいのかな、まだ。あ、武器として使用するつもりないのか。あ、そっか。もう一回ちょっと、これメモっときますね。うん。よし、これ。はい。これはね、もう金庫だし、としか考えられないんですけどね。はい。というわけで、この部屋は終わり。はい。暗いからね、なんつってもね。暗いんだよ、本当にもう。じゃあ、金庫の部屋に行ってみましょうか。見ましょうか、なんつって。行けないんですけどね、すんなり。あ、なんだ、ここにあったのかよ。あ、203号室に。入り口のところにありました。入り口のところにね、金庫が。これなんか見落としちゃうんだよね、ついつい。これだ。これでさっきの暗号入れればいいんだな。16、9、4、16ですね。
まず16を、あれ ?16、あ、16で、からスタートで、右に回して9に合わせるんだな。9。9で、今度左に回して4に合わせる。4。うん、うん、うん、はい。で、今度また右に回して16。これで合うか。どうだ?お、来た!よし!よっしゃ。え?で?え?半長の弾?これだけ?なんだよ。なんだ。ハンドガンの弾か。ハンドガンの弾何個になったい ?6 個もなってる。ハンドガン持ってもいいような気がするな。ハンドガン装着しよっかな。うん。これにしよう。よし。こうしよう。うん。ハンドガンの弾。ハンドガンゲッ、ねえ。装備すればかなり。これどうやって構えんだ?あ、構えた。どこに合ってんのかとか全然わかんないけど、これ、標準は合わないんだね。まあ、よし。まあ、謎は解けたけど、でも、コインの謎が解けないぞ、未だに。コインの謎は一体どこで解くのだ?なんだ俺、金庫の中にコインがすっかり入ってると思って、なんだ、違うのか。でも、あと、もうやれるのって、コインのやつぐらいですよね。だから、1階に行ってみましょうか。ただ、コイン5枚だったのに3枚しかないんだけど、いいのかな、これは。でも、もうコインを手に入れられそうなところもないんで、いいんでしょうね、きっとね。うん。はい、じゃあ、あ、待てよ、どうだ?どうなってるこれ。あ、これ上に来たから、こうか。はい。で、1階に移動です。1階の、105ですね。はい。105なんで、うん、メモ書きにあった、なんとかおじさんの部屋は階段のすぐ脇よって言ってた、この部屋ですね。はい。で、来まして、謎解きです。これです。これです。あれ?この謎を解くんだ。うん。あ、5つなのに3貨幣だから合ってんだね、やっぱり。うん。囚人と、ん?手かせ、足かせ、囚われの、これ囚人ですよね。真ん中が老人ですよね。これはなんかよくわかんないですけど。で、4番目が、風の優しきって、これはよくわかんないですね。老いた男の傍らに、長き者は止まらずだから、老人の隣に、蛇は来ないんですね。老人の隣に蛇は来ない。ということで、蛇はなし。はい、これメモっていこう。うん、泊まりたるは最果ての。これなんか関係ない字と意味がある文章が混在してるんじゃないですかね、これきっとね。遥か夜明けのほど近き。待ってよ。なんだっけ。蛇と老人と囚人があるんですよね。それの関係ある字を、けなき足なき誘惑者ってのは、これ蛇のことですね。うん。あれ?これで終わり?もう一回もう一回。あ、出てきたじゃん。手かせ、囚人の、左に、その身の左、白き髪だから老人ですね。はい。
並び立ち落つ人の子よ。これよくわかんないですけど、これは関係ないような気がするんです。これ虚空と呼ばれるそのものは形なき、これはよくわかんないな。老いた男の傍らに長きものは止まらずだから、うん、あー、なんとなく見えてきましたけど、で蛇と老人は隣り合わなくて、囚人の隣に老人が来るっていうのは分かったんですよ。うん、待ってよ、泊まりたるは最果ての最果ての遥か夜明けのほど近き、手なき足なき、最果ての端っこじゃないのかな。じゃあ泊まりたるは最果ての遥か夜明けのほど近き、夜明けっていうことは東でじゃないですか。東のほど近き手なき、一番右側に蛇が来んのかな。じゃあ、うん、私はの一個の予想では空欄空欄老人囚人蛇で左から順という感じかなっていう。一応これで一回置いてみよう、うん、置いてみよう。あれ、あ、まずあれか、ここで置いてくのかな。じゃあ囚人、囚人を、うん、私の、はい、これ間違ってもいいんですよね。まずちょっと一個のパターンとしてやらせてください。ここに置かしてもらって、で一個一個やんでた方がいいのかな、これ、うん、で老人をその囚人の左、これはもう間違いないんですよ。場所はちょっと分かんないですけど、囚人の左隣に老人が来るのはこれは間違いなし。あと蛇なんだ、うん、あ、間違った。これ。蛇を、夜明けっていうことは東だと思うんですよね。東って言うとこっちですから、最果ての明けだからここです。どうだ？こうやってどう？え？あれ？カチャッとも何にも言わなかったですね。間違いかな、これ。間違いですね、きっとね、これ。じゃあ、待ってよ。蛇をここに置こう。あれ？置かしてくれないの？一気に。だって、老人と蛇は隣り合わないんですから。うん。もうここどう？カチャッとも何とも言わないですね。違うんだな。じゃあ、なんか悔しいな。適当にどんどん置いていけば多分なると思うんですけど、うーん、じゃあもう全部取り出そう。一回ちょっと、もう一回ちょっと見よう、うん、老いた男の傍らに長き者を伴わず、これはだから隣り合わないっていうのは分かるんですよね。泊まりたるは、あ、泊まりたるはって蛇のことを表してますね。最果ての遥か夜明けのほど近き、手なき足なき誘惑者、一番端っこの隣ってことかな、これは。うん、
だとなんとなく見えてきたぞ。はい。だから、今度ちょっとやってみますね。多分ね、まず、蛇から行ってみましょうか。サイハデのほど近きだから、端っこじゃないんだな。ここだ。夜明けの、だから東の、ほど近きだから、ここになるんじゃないでしょうか。で、ここに置かせてもらって、そして、囚人。うん。囚人をここに置いてみよう。うん。そして、老人。次、老人ですね。うん。で、あ、間違った。押しちゃった。老人ですね。老人をその隣。このパターンかな。どうだ？どうだろう。うんともすんとも言わないで。間違ってるんだな。じゃあ、もうそうなると、これを一個ずつずらすしかないですね。この蛇はこのまま多分じゃないかなっていう感じで、もう一回動かしてくださいね。これで、これで、うん、ロジ隣り合わずだから別に離れててもいいんだから、これはここで、それで囚人をその隣だ多分。もうこれしか考えられん、もうこれしか考えられん。ここどう？カチャとも何も言わないですね。はぁ、わかんねえぞ。え？間違ってたんですね、じゃあね。もう全部外そう、もう。全部外すもん。いやぁ、わかんない、本当に。はい、じゃあね、ちょっと気を落ち着けさせるためにコーヒーを入れてちょっと飲んでましたが、それでね、改めてね、さっきの文章読んでみたんですけど、やっぱどう考えてもね、私がね、一番最初やったやり方、これだと思うんですよ。やっぱりこう東に、日が昇るって言ってるんで、日が昇るって、あ、夜明け前って、夜明けのって言ってることは日が昇る方ですから、東側。つまり右側になるのが蛇。うん。それで、こっからなんですよね、わかんないのが。こっからがわかんないんですよ、正直。うん。だからこっからはちょっと当てずっぽうで、うん、まず囚人が、なんかこのパターンやったような気がするんだけどな。まず、まあ、真ん中あたりに置いてみますか、じゃあまず、うん、やったかな。だから老人っていうのはここには絶対来ないんですよ。隣り合わないんで、蛇に。だから、ここはここか、ここしかないんですよ。うん。まあ、とりあえずここに置いて、ね。はい。それでね、ダメなんですよね。うん。あれ？なんか今、勝ちって言わなかった？え？あれ？あれ？このパターンやんなかったっけ？あれ？やってなかったのかな？もしかしたら。なんか一個ずつずらしてやってた気がするけどな。蛇を一番右側に置いて。やんなかったのかもしれないな、じゃあ。うん、まあ、とりあえずいいや。先に進んだからよかった。
じゃあちょっと、これで鍵を手に入れたわけだ。ただね、ここまでちょっとね、えらく長くちょっとプレイしちゃって、もういい時間になっちゃったんで、今日はこの辺で終了したいと思います。ちょっと今日は長々としたプレイになってしまいました。謎解きがなかなか解けずにね。はい、というわけで、今日はここで、鍵を手に入れたところで終了ということで、じゃあまた次回よろしくお願いします。はい、ではさようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。パソコンの方はこちらの登録ボタンを、スマホの方は画面下にあるチャンネル登録の方をクリックしてください。よろしくお願いします。